かしこまりました。はい、信長の野望大使ウィズパーフェクト、軍友シナリオのこれは津軽家編ですね。ご視聴いただきありがとうございます。ではですね、まあそろそろもう佐竹さんは全部滅びますよという感じですね。でまあここをどうしようかなってところですね。まあ前回も騙されたんですけどね、とりあえずここ倒して、まあここだけ倒して、まあ多分返す、あれかな、時間待つような感じかな。こういうも収まるのもね。俺の手で古きを終わらせる。一応勝てる場所ない、勝てないからね、これね。で、ここって多分準決勝届かなかったんだよね、この城ね。こっちの方はなんかいける、勝てる見込みあるのかな。こっちは絶対勝てないからね、戦場広いから。ちょっとこっち行ってみましょうか。どっか一個落とさないと、上杉さんのところは攻め込めないんですよね。地形的にね。この城、いただくとし。はい。かたじけないことです。はい、では、これ解散します。あと何ヶ月だろう、あと2ヶ月。なんか、恩田さんがなんか、かなり押し込んでるね。あ、あげます、あげます。この戦、我らの勝ちぞ。ちょっと本田さんがなんかいい感じになんか押し込んでるんで、ちょっと差し込ね、遅れを取るな。ちょっとここ沼田あたりちょっと取ってみましょうか。沼田を取ればここが取れるんだよね。あ、ここに準剣じゃん1個くっつくんで、うん、沼田はちょっと欲しい、戦略的に欲しい場所ですね。報告いたします。ご命令を。兵糧、歩兵、歩兵やってないね。ここかな？さっきどこ取ったんだ？ここかな？二箇所取った気がするんで。は。あと、小田城か。は。ちょっと沼田は欲しい。うん。これが。いざ参るぞ。どうだろうね、農兵精錬の力と、天心さん、どっちが強いんだろうね。うん、やっぱ天心さん強いですね。これごめんなさいですね。沼田落とすまで待っててほしい。この城、もらい受ける。はい、お師匠ね、落としました。これで佐竹さんね、滅びましたね。で、本田さん特にす、あ。我が軍略お見せしよう。うん、行きます。もらえるものはもらっておきましょう。出陣する。行くぞ。出陣せよ。あの、沼田欲しかったんだけど沼田欲しかったんだけどゼロが見えちゃったら、行かないわけにはいかないですよね。ここもね、ゼロですしね。はい。手段は選ばぬ。勝つためなら。八王子をもらっておきますか。
そうなったらこっちあたりでちょっと江戸でも取っ、江戸どっか取っておきます？江戸か。江戸8200。え、じゃあ2万3000で。皆の者、我に続け。まあ、こんな感じでね。あら。ゼロだったのに。あれ、こっちもゼロじゃなかった？あ、八王子は、いたね。こっちゼロだった気がしたんだけどな。なんか1入ってきたね。これ方位で。これワープ武将じゃない？長尾さん。これあれでしょう。こっちかこっちから、取った武将じゃないのかな、多分。それポコッとワープで入れた感じしますね。じゃあ進めていきます。報告いたします。ご命令を。じゃあ、前田さんと、承知いたしました。プレスニーさん、壊しときます。承知いたしました。成間さんはちょっと様子見よう。うん。こっち落としたらこっちヒュッと取もらい行きたいですからね。あと何日だろう、こっち。36日。じゃあ進めていきます。我が義を示す。江戸城が方位150円、方位します。江戸城は方位してでも取っときたいですかね。硬いですからね、ここね。あと18日か。もったいないけど、ここ捨てよう。手を打ちましょう。捨てて、こっち行こう。出陣せよ。こっちもらおう、サクッと。勝てるね。生殺与奪、すべて勝者の思うがままよ。かたじけない。こっちは来ても大丈夫だね。はい。この戦、我らの勝ちぞ。はい、サクッとね、取れたんで手を打ちましょう。こっちもうある程度壊してあるんですよ、ここね。お城壊してあるんで、さっき18日だったんで、30日ぐらいで多分、20日とかそのぐらいで多分大丈夫かなと思います。まあ、論議農業で。これにて表情を終える。ああ、洪水被害っていうか、いいね。これもらっとこう。ああ、干ばつ。まあ、洪水被害というかで。商業提案力上昇。ご命令を。対名で、建築アップ。手段は選ばぬ。勝つためなら。で、なんか、いらないのが多分できてるはずなんだよ、これ。確か。撤去で、施設選択で、いらないのはちょっと、
あ、準拳銃部絶対こんないらないんだけどね。忍びの里から、ここまでいらない分ですね。あと建築なんですけど、やっぱここ取らないと、こっち取れないんだよね。ここら辺は、ここが取れる。ああ、ここのためにちょっと、承知しておきましょう。かしこまりました。そしたらここで当たればいいですからね。承知。うん、ここはかなり有利に当たれるようになるんじゃないのかな。で、ここら辺は別に取ってもしょうがないね。てけどいらない、いらなくなった準拳じゃあちょっと潰しておきます。これももういらないんじゃない。ここはまだ使うか。4万も集められないよね。いらないね。撤去、撤去、撤去。これも撤去。撤去。これも撤去。こんなところはもういらない。もうすごい昔に使ったところですね。ここも昔に使ったところですね。ほっぽっておくとね、こうやって7とかまでね、上げられちゃうんですよね。ここはまだ使うから残しとこう。こんなところかな？まあ多少の見落としはね、気にしないんで。じゃあ進めていきます。取引を行いましょう。ヒョロ買っておきます。ありがとうございました。では進めていきます。旅行40日いいですね。交渉つきました。交渉します。ああ、沼田、あれか、ここはしようかも。沼田だけだもんね。承知した。で、これは剣心と同盟なので。沼田をね、他に、成間さんを取られる心配ないんでね。三戦。手段は選ばぬ。勝つためなら。本田さんまだ元気だね。手を打ちましょう。ここ行ってみますか。出陣する。あ、上行こう。あ、こっち、あと何日落ちるの。37日行っか。下に37日終わったらこっち行こう。本田さんまだ1ヶ月なんだね。風林火山、わしの戦を見せてやろう。全部かお願いします。この戦、我らの勝ちぞ。はい、ありがとうございます。あら、出ていってくれる。優しいね。揺るぎません。はい、ありがとうございます。我らに勝とう。10年早い。
あ、これ出ていってくれんだ。出ていってくれんだったらこれあれかな。進め。でも公安の使者送っちゃったからな。だよね。ですよね。手を打ちましょう。じゃあちょっとこっちに向けておきましょうか。出陣せよ。報告いたす。ご命令を。ここら辺からまたちょっと出しておこうか。出陣します。これあれかな、こっちの方がいいのかな。行きます。24,000。あ、そう、そんな集められるんだ。まだこんな感じで兵糧だけはね買っておきます。取引を行いましょう。標高28cmですね。勝てますね。この勝ちが明日を切り開く。この城もらい受ける。はい、いいですね。これ本田さんももう終わるんじゃないのかな。進みます。我が志必ずや果たしてみせる。飽きないを始めましょう。報告いたす。ご命令を。兵糧買っときましょう。取引を行いましょう。ありがとうございました。そろそろ何か落としたと思うんで防衛します。承知した。承知した。あとこの辺ですね。ここら辺は上杉さんと当たるときに絶対掴んでね。承知した。防衛しましょう。承知した。こんな感じで、あとは、この辺ちょっと準拳場いっぱい建てよう。かしこまりました。ここら辺も準、ここはいらないか。ここはどうだ ?75,000 も絶対集められないよね。うちらも集められないし、武田さんも集められないね。ここやっぱ潰してもっと強化しよう。ことここを潰そう。承知いたしました。かしこまった。そうするともう多分すぐにここ余裕で勝てるようになると思うんで、じゃあ、進めていきます。この志、決して砕きはしない。立ち戦だ。立ち退きをあげよう。行きます。17,000で来るんじゃ無理無理無理。岬行きます。後に続け。13,000は多分どっかで。どっかに強いところで行ってくれるでしょ。方位で交渉します。
はい、39%お願いします。この城もらい受ける。我に続く。これで全部本田さん取り囲んだ感じですね。はい、武田と上杉参戦で、包囲で交渉で、包囲で行きます。したらもう本田さんも落とし終わったから返します。全部解放 52% お願いします。立ちはだかるなら打ち砕くのみ。まああと本田さん3個だね。この江戸城がねすごく硬いんだよね。あ、交渉ついてる。交渉しましょう。あ、こっちも交渉ついてる。交渉しましょう。最後、クルリンがね、最後かな、そうなると。ポイで。報告いたす。先月の収支だ。これより表情を始める。まあ、農業と商業でいきます、今回はね。これにて表情を終える。あ、善意の力、いいですね。だからこれ攻撃力アップするこれね、取っときます。ゲッチ、あ、交渉つきましたね。ただこれ、あー、入れとこうか。どっか多分一箇所ぐらい失敗するでしょ。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。